どうも、こんばんはです。今回は、ナキの大脱走 S ということで、新しいイベント始まってるんで、今回、有馬を使ってですね、3つの条件を達成できるように、ちょっと初見なんですけど、やっていきたいと思います。スキル使用が、5回以内と、あと、最後にオーバーキル、で、フィニッシュ。で、初めてクリアの、この3つかな。これやっていきたいと思います。やべ、応答になってる。危ね。待って、初っ端からナキが出てきたな。あーなるほど、こういう感じか。いきなりナキ戦という、これダメージ 50% カットが1個目来てんのか。これ何、どういうことこれ。あいつ自分のさアタックダウンさせてね、アタックとさブレイクっていうことは2枚目まで剥がせばいいし、3、4枚目を剥がすとなかなかまずいってことなのかな。とりあえず2枚剥がしますか。まず1枚目。うるせえ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 なこいつ。ここね、まあ、いいや、使うか。いや、残しといてもよかったな。まあいいか、どうせ重蔵たまるし。で、あれ、有馬にさ、こんなエフェクトついてたっけ、今まで。なんかこの、なんか、チュイン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 になる、このなんか、何、中二病オーラみたいなやつ。ついてたかな。まあいいや、削れろ。ほら。あ、ダメージの表記小さくなった。なんかいろいろと変わってるような気がするような、しないような。これ有馬でとどめさせないかな。さすがにそれは舐めすぎ。これで終わらない。あ、ダメージの表記小せえ。うわ、ギリギリ終わってねえな。え、マジか。オーバーキル無理じゃん。え、強いな、今2万4000って出んかった。まあまあ強いぞ、あの攻撃。強いんだが、ちょ、待ってくれ、これオーバーキルできねえんじゃねえか、もしかして。マジか、有馬微妙なとこで残してくれた。あれ、打たなくてさ、次もブレイクさせてスキブ使ってやっときゃよかったな。条件的な失敗だけど、別に難易度はそこまで高くないな。普通に一旦ずらすだけで達成はできましたね。あ、俺、このイラスト、好きだわ、普通に。これ、なんかすげえな、これ。これ、いい感じじゃない、結構。なかなかスコなんですけど。はい。ということで、今回は、ナキの大脱走 S ということで、まあ、3つの条件を、達成することを狙ってやってみたんですが、見事に失敗ということで、難易度的にはそこまで難しくないですね。はい。お疲れ様でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。